足を細くしたい人にはおすすめな動画です。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、4分間一緒に足痩せストレッチを一緒にやってもらえたらと思います。基本的にはですね、エクササイズをやりすぎると太ももとかふくらはぎは太くなってしまいますんで、やりすぎないためにもね、しっかりストレッチを行うことが大切です。では一緒にやっていきましょう。はい、では一緒に4分間頑張りましょう。まずはですね、足痩せのポイントなんですけども、太ももの前、内転筋、ももの裏、そしてふくらはぎ、この4箇所をね、しっかり今から伸ばしていきます。まずですね、内転筋からいきましょう。足をね、少し広げてもらって足の裏を合わします。ここにね、正方形を作る感じです。これでしっかり膝を押さえながら前にね、ゆっくり鏡ながら伸ばしていきましょう。この膝が浮いちゃう人はですね、少し手で押さえながら上半身の前に倒しながら内転筋を伸ばしてください。お尻もね、つながってますんで少し伸びると思いますが、これも内転筋もね、ちゃんと伸びてますんで、内転筋伸びてる感覚がなくてもですね、大丈夫です。今度は足を引き寄せて、膝を浮いちゃう人は軽く押さえながら前にかがんでいきます。息をしっかり吐きながらね、伸ばしていきます。はい、OK です。今度は膝を折り曲げて前のももをしっかり伸ばしてください。ぐーっと伸ばします。痛くない方はこのように寝っ転がって前を伸ばしてください。はい、今度はね、つま先を持って、このまま膝をピッ、ピッとね、このももの裏を伸ばしていきます。もしつま先に手が触らない方は、ふくらはぎを持って、できるだけつま先を上げて、ピッ、ピッと伸ばしてください。ピッ、と。はい、今度は反対足です。膝を折り曲げて、痛い方はこのような体勢で。痛くない方は寝っ転がってください。しっかり伸ばしていきましょう。ぐーっと伸ばします。はい、今度はつま先を持って膝をぐっと伸ばします。痛い方はふくらはぎを持ってつま先をできるだけ上げて伸ばしてください。ぐっと。はい、 OK です。で、今度は足をね、適度に広げてもらって、つま先はしっかり上に上げて、勢いよく体をグッと倒します。反対もいきます。勢いよく体をグッと、ゆっくりやってしまうとですね、痛い方は跳ね返しちゃうんで、しっかり伸ばすためにね、勢いよくグッといってください。で、今度つま先を伸ばして同じように一気に広げて、一気にグッと。膝がこのように曲がる方はね、ちょっと膝を押さえてもらって、ぐっと押さえながら、ぐっと伸ばさせます。ぐっ、ぐっっていう感じです。はい、OK でーす。今度は、両方ももを折り曲げて、寝ます。痛い方はね、後ろにこのように肘ついてください。ぐーっと伸ばします。あと少しですね。ぐーっと。で、この足の甲をこうやって伸ばしましょう。ぐーっと伸ばします。はい、OK です。最後にもう一度内転筋をしっかり伸ばしていきましょう。膝を押さえて前かがみです。ぐーっと息吐きましょう。はい、お疲れ様でした。今回はね、ストレッチ初級編ということで、ちょっと軽めのストレッチをね、短めだったんですけども、徐々にね、中級上級という感じで、いろんなストレッチを含めていきますんで、
運動が苦手な方とかね、足が太くなっちゃうよっていう方はこのようにストレッチをしてください。足を太くさせない、細くするためにはですね、基本的にはストレッチをして伸ばしてからエクササイズをやってください。というのもですね、いきなりエクササイズに取り掛かると筋肉が硬いままなので、硬いままの筋肉というのはね、伝達が早いので、太ももをスクワット例えばするとしたら、スクワットをしたらキュッキュッとね、早く収縮しますんで、より力がつきやすくなります。もちろん力をつけたい方はいいんですけども、足を細くしたいって方はですね、力をつけるっていうイメージよりも筋肉が落ちない、筋肉を緩めるというイメージを持って足痩せをしてもらえたらと思います。その点で言ったら、ストレッチというのは筋肉を伸ばしますので、エクササイズの際に縮むスピードをゆっくりにすることができます。なので筋肉を緩めるということは力がつきにくくなるので、エクササイズをしても太くなりにくくなりますんで、太くなる方は必ずストレッチをやってください。運動前、運動後っていう感じで、このようなね、今回みたいなたったの4分のストレッチをしてもらえたらと思います。頑張った方はね、記録としてコメントをしてもらえたらと思います。今日もご視聴ありがとうございました。